とくとご覧あれ。麦わらの一味への愛に満ち溢れたバルトクラブの海賊船、その名もゴーイングルフィ先輩号デスペー。 おかしいだろお前ら、なんでうちの船よりルフィが乗ってそうなんだ。そう言ってもらえると嬉しいべ。褒めてねえよ。おお、あれ、よくぞ気づいてくれました。麦わらの一味が最初に持った海賊船にして大切な仲間ゴーイングメリーゴー、その船首部分をオマージュさせてもらったんですペ。目つき悪いぞ。こちらの曲線もよく見てほしいべ。木工職人に頼んでルフィ先輩のゴムゴムの手をリアルに再現したんですペ。あれってもしかして。さすがロビン先輩、お目が高い。お察しの通り、チョッパー先輩の角へのオマージュですペ。じゃあ、あのみかんの木も。はい、ナミ先輩がココヤシ村のベルメールさんの畑から植樹したというみかんの木へのオマージュですペ。みかんはみかんだろ。俺は今、猛烈に感動している。このマニアックな作り込み、どこを撮っても遊び心満載でスーパーな愛に満ち溢れてるぜ。ありがとうございます、フランキー先輩。マニア心が変態心を揺さぶったか。そして今、何よりオラたちが感動していることは、このビブルカードが示す先に本物のラビー先輩。